皆さん、こんにちは。出口ロシです。さあ、今回から、1個の文を作成します。これはね、記述の答案を作るとき。さらには、英語、古文、漢文の現代語訳をするとき。もちろんね、他の科目でも記述問題を解、ね、くときには、必要な力ですよね。で、実際に問題をやるんですけども、 この問題を解いたり、成果を出すことが目的ではなくて、皆さんの頭の使い方をチェックしてください。で、まずは、必ず自分で考えてみること。まあ、一旦ね、動画を止めてもらって、30秒でいい。で、考えてみないと、おそらくね、よくわからないと思う。そしてね、どのような規則を使って、文を作ったのか、ね、その頭の使い方に徹底してこだわってほしい。 大事なことは、ね、どんな問題でも、え、論理的に解決がつくような、こういった力をつけることなん。じゃあ、早速ね、え、問題に取り組んでもらいましょう。<music> さあ、やりましょうね。必ず、一旦止めて、自分で考えてみること。本当と20秒、30秒でいいですから。さあ、1番。 次の1から3の文を合わせて1分にしなさい。っていうことは、1、2、3を1分にするっていうのはどう考えたらいいですか共通する言葉は1個でいいですよね。同じ要素を2つ入れたら変ですよね。さらに、この中の情報を漏れなく使わないと条件を満たしたことになりませんよね。 全部合わせて1個の文にするんだから。さあ、そう考えたら、まず、共通のものを探します。そうすると、父は、これ、1個でいいですよね。から、散歩をします。これも共通だから、1個でいいですよね。ということは、合わせると、 父は散歩をします。これって要点じゃないですか。父は主語散歩は目的語しますが述語とってことは、父は散歩をしますで、ね、まず確定した。じゃあ、残りの要素。毎朝犬と健康のために。この三つの要素を入れればいい。この三つの要素は何ですか飾りですよね。で、飾りを入れてやればいい。 じゃあ、どの言葉がどの言葉を飾ってるのかと考えれば、毎朝散歩、犬と散歩、健康のために散歩、全部散歩をしますに飾ってます。で、どれが大事ってことはないから、この3つの順番はどの順番でも構いません。まあ、わざわざ入れ替える必要もないので、答えは、父は毎朝犬と 健康のために散歩をします。で、三つを合わせて一個の文になりましたよね。さあ、えー、同じように考えましょう。二番。甘い思い出がある。人生にはいろいろある。苦い思い出がある。さあ、ここで共通するものを考えてればある。術語が確定。何があるのかと言ったらば、思い出がある。ということは、 ここも文の要点、四五実語が確定してます。思い出があるは決定。あとは課題なんだけど、その課題ですけども、人生にはある。さあ、残ったのが、この甘い、色々、苦い。さあ、この三つの課題、どんな順番ですか甘い、色々、苦い思い出。なんてやっちゃダメだよね。 そこが、この一番と違うところ。つまり、論理的な関係を考えれば、いろいろある。甘いと苦いはいろいろの具体例じゃないですか。ということは、甘い、苦い、など、いろいろある。という順番じゃないとダメですよね。わかりますか甘い、苦い、これは具体例。など、いろいろあるでしょう。ということは、 人生には甘い、苦いなど思い出がいろいろある。と思っていけば一文になりましたよねで。こういうふうになんとなくやるんじゃなくて、しっかりと文の構造を考えて一文を作成していきます。さあ、次の3番ですけども、私は未ーの絵を見た。未ーの絵は素晴らしくて感動した。私は思わず感動して泣いてしまった。 さあ、ここで、主語は、私はと確定ですよね。じゃあ、述語は何かと言ったらば、見て、感動して、感動してはこれ一緒ですよね。泣いてしまった。さあ、この三つの述語がある。この関係を考えれば、これは時間的順番じゃないですか。まず、絵を見たんですよね。見た後に感動したんですよね。 感動した後に結果として泣いたんでしょう。ということは、私は見て感動して泣いてしまったという順番ですよね。じゃあ何をかと言ったらば、術語は未来の絵ですよね。ということは、ここで文はこうなります。私は未来の絵を見て感動して泣いてしまった。あとは、 素晴らしくて感動した。か思わず感動して泣いてしまった。ね、ここをね、語りを入れてやればしまいですよね。次考えてほしいのは、私は未ーの絵を見た。未来の絵は素晴らしくて。どう繋げばいいのか。と言ったらば、この未ーの絵が共通ですよね。で、まずは未ーの絵を見たってのは動かせない。そこから見て、 ね、これは感動して泣いたわけでしょう。でも、未来の絵を見て、素晴らしくて感動したじゃ、つながらないですよね。ということは、素晴らしいを、未来の絵を飾る言葉に変形すればいい。そうするとね、私は素晴らしい未来の絵を見て、思わず感動して泣いてしまった。これでスッキリいくじゃないですか。わかりますか 未ーの絵二つが共通で、まずは時間的順番で言うと最初は未ーの絵を見た。じゃあ、この素晴らしくどうするかと言ったら、素晴らしい未ーの絵と変形すればいい。と、私は素晴らしい未ーの絵を見て、思わず感動して泣いてしまった。となると、まあ、識した文になってきますよね。さあこういうようにね、自、え、在、ー、に、 文を変形して、副文を作っていくんです。わかりますか副文をね。で、こういうことができると、記述問題でいろんな条件のもとに、該当箇所を正確に変形して答えを作成することができるんですよね。さあ、もう一問やりましょう。さあ、今度はちょっと違いますよ。 前は単純に3つの文を合わせて1文にする。今回はそうじゃなくて、1が文の要点になる。っていうことは、1は、これは要点だから変えることができないんですよね。で、1に合わせて1文。いうことは、2を変形して1の中に入れないとダメだってこと。だから、今までの問題とどこが違うか、説明をしっかり読んで理解すること。そうするとね、 どうしたらいいかと言ったらば、環境が同じことですよね。ということは、2を、これを、環境を説明する飾りの言葉に変形して、ここに入れてやればいい。そしてできたものはもうわかりますよね。副文なんですよ。わかりますか環境は、かけがえのないものだが、全体の主語述語。そして、この環境を説明する言葉の中に、 主語実語がある副文でしょう。で、こういうね、副文っていうことが分かれば、非常に頭の中が整理できるんですよね。ということは、には、どうかと言ったらば、で、ここね、えー、助詞を変えなきゃダメですね。人間が文明を築くために破壊してきた環境でしょう。これで、副文の要素ができましたよね。人間が文明を築くために破壊してきた環境は、 かけがえのないものだ。で、条件を満たす。要は、副文を作ったんですよ。さあ、最後は5番。で、今度は、言い方変わってます。1の文の中に2を加える。ただ、同じこと。1の文の中に2を加えるということは、1はそのまま。この中に2を加える。じゃあ、どうしたらいいのかと言ったら、共通するものを見てやれば、森林。ということは、 2を森林を説明する飾りの言葉にすればいい。そしてここに入れてやれば、副文ができ、できるわけですよね。人間は森林を破壊するが、全体の要点。そして森林の説明する飾りの中に、森林は守ってると、死後実語がある。ということは、2番を森林を説明する言葉に変形すれば、地球を守ってる森林でしょう。そこに、 そこでここに入れてやれば、人間は経済のために、まあ、点を入れたら一番ここでね、え、やっぱうまいと思う。地球を守ってる森林を破壊する。できたものは副分なんだ。だから、えー、副文っいう要素をちゃんとね、理解してれば、非常にこういう時にね、あの、頭の中が整理できます。人間は経済のために地球を守っている森林を破壊する。これで立派な副分ができました。 さあ、ということで、実際文を作るときには、要点と飾り、あるいは短文と副文、ね、今でやった言葉の規則がすごく役に立つってことが分かってもらえたと思います。だから大事なことは、答えじゃなくて、どのように日本語の規則を使って問題を解いたのか、そこを徹底してね、こ、え、だ、ー、わってほしいと思います。